車を運ぶときに、選手の走る人が持ってるものの名前は何て言うでしょう。わかる。いきます。1番、ソーチ。2番、キムチ。3番、コーチ。さあ、どれでしょう。いいだよ、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 めっちゃいいだよ。走っている人が右手に持っているものはの名前は何でしょう。1番がトーチ、2番がキムチ、3番がコーチ。いいだね、いいだね、いいだね、絶対にいいだね。いいだね、言ったろお前。これで外したらバーベル。いいだね。はい、1番のトーチだと思う人。はい、2番のキムチだと思う人。3番のコーチだと思う人。はい、みんな正解です。1番のコーチです。はい、最後のいきます。日本では、冬のオリンピック、今まで2回行われたことあって、この場所が2つあります。1つが札幌です。でもう1つはどこでしょう。1番静岡、2番長野、3番ピョンチャン。さあどれでしょう。ピョンチャンでしょ。はい、1番の静岡だと思う人。はい、2番の長野だと思う人。はい、3番ピョンチャンだと思う人。はい、正解は2番の長野です。何やってんの。ピョンチャンってます。国違うから。国違うわ。はい、オッケー。じゃあ第6問いきます。オリンピックの開会式の時に、毎回オリンピックの人がある鳥を開会式の時に飛ばします。その鳥は何でしょう。1番カラス、2番タカ、3番ハト。はい、1番のカラスだと思うと、2番のタカだと思うと、3番のハトだと思うと。はい、ありがとうございます。正解3番のハトです。ハトは、平和の象徴、シンボルなので、そのオリンピックも平和の時にやるというイメージでハトを伸ばします。はい、次いきます。第7問。オリンピックに出場した選手のことを何と言うでしょう。カタカナである一文字、最初一言で言うんですけど、それを一つ選んでください。1番オリンピアン、2番オリンピックメンバー、3番オリンピックファミリー。ファミリー、ファミリー、家族じゃない。オリンピックって1番オリンピアン、2番オリンピックメンバー、3番オリンピックファミリー。2番オリンピックメンバー。はい、次は1番のオリンピアンの友と、はい、2番のオリンピックメンバーだと思う人。はい、3番オリンピックファミリーだと思う人。はい、ご提案は、答えは1番のオリンピアンです。